探索10日目、いざ参る。夜にしか現れない光塚っていう面白いものを見つけて、明け方になると高い分解酵素を持つエキスを出すらしい。で、そのエキスを元に薬を作ればこの葉っぱを分解できるんじゃないかとパピオの意見です。これがここで夜の探索に行けるようになったんだよね。やっべ、楽しみすぎる。それもこれも誰のせいか知ってる？お前だよディンゴ、お前のせいでこうなってんだよ。お前があのエキス飲まなければクソが。行く前にちょっとまあいつもの開発ちょっと見ていこう。最初いらんかなって思ってんけど、これいります。見回しドローン10円やし、ちょっと買っときます。買っとこう。オッケー、ちょっと欲しいなら買おうよ。オッケー、これでいこう。新しい訓練過程を用意したって。引っこ抜き、ホリホリ増えた。いろいろ引っこ抜きとホリホリが増えた。地面や穴を掘るのがかなり速くなるホリホリ。ピクミンの目を抜くときにオッチンが一緒に手伝ってくれるだろう引っこ抜き。いらんな。とにかくオッチンを鍛えさせることが一番やと思うねんな俺。回復力ちょっと欲しいか。これも1個あってもいいかもしれない。自然治癒力、あざす。で噛みつきいっとこうよ。はい、あげてレベル3。噛みつきマスター。鬼噛みつきを習得できるはずや。とんでもなくかっこええやん。次鬼噛みつきの上行ったら次さ、この噛みつきの紙のところがさ、もう漢字の紙になんじゃないの？噛みつきになるんじゃないのこれ。行ってみていいか、夜の探検。ややしまいくん、これからよろしくね。うふふ。ちょっとおねえ入ってるか。今行けるのはここだよ。日だまりの庭ね。はいはいはい、行こうよ。日没までは時間があるから、ここでちょっと待つね。うふふ。もう何されんだよ、俺パピオに何されんだよ。はい、行ってきまーす。夜だ。変に静か。ちょっと不穏な空気もありつつ。あ、ダメだ。あ、俺これダメだ。怖いやつだ。オッケー、死にまーす。オッケー、無理だ。え、ちょっと待って、何今の壺みたいな。え、何目の前になんか、何これ。え、あったあった。これが光塚。朝になると薬の元になるエキスを出す。光塚は傷つくと壊れてエキスを出さなくなっちゃうから守るんだ。なるほど。え、何お前、こんな子前はいなかったのに少し様子。え、何、え、ちょっと待って、何これ。ピクミン？ピクミンなのあなた。新しいの増えましたけれども、数が増えた。これってもしかして、え、待って待って待って、え、待って、光ピクミソン。え、ま、え、もののけ姫に出てましたか。あ、とんでもない量来た。友好的ではある。オーチンが匂い嗅いで「こいつら食える!」って言ったな今な。とりあえずこれ投げて、あ、これをあそこに入れるとヒカショピクミソが増えると。どんどん集めていく、どんどん集めていこう。え、何、うふふ。そろそろだね。パピオンお前何知ってんだよ。何が起きるか知ってんのか。とんでもねえ、とんでもねえよ。ちょっと待ってくれ。凶暴になった夜の原生生物は光に引き寄せられる。もう光ピグミンもう絵式やん。とにかく光ペレットを集めて光ピグミン増やして、夜明けまで何度も迫り来る原生生物をやっつけちゃえばいい。なるほど、マモマってことね。守りマップね。近寄ってきてるか、近寄ってきてんのか。え、いねえぞ今んとこ。あ、見えるようになってるわ。新設設計。おお、来てるね来てるね。やろうや俺と雑魚が。でもこれ普通にさ、俺大人、まあ大人だからというかあれなんだけど、普通に俺でも怖いんだけどさ、子供の子がやったらもっと怖いんじゃないのこれ。普通にママじゃない？俺だったらおしっこちびってるけどね。まあ今おむつしてるから大丈夫なんだけどさ。でね、ここに洞窟があるんだよな。あ、入らなくていいんだ。え、何？なんか音が。あ、とんでもね、とんでもね。音で近づいてたらなんか教えてくれんだね。危ねえぞって。バカ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 、やめなさいやめなさい。何してんのあんた。美味しくないわよ。え、めちゃめちゃ怖い。ちょっと待って、この音楽怖すぎる。待って、そろそろ帰らなきゃまずいか。一回帰ってこい。やばい。どっちが先？おっちんか？あいつか？おっちんか？あいつか？どっちが先？俺が先。お疲れ。俺もチョップで、オッケー、一応守り抜きはした。ありがとう。守り抜きはしたけど、全然光塚から離れられなかった。ここからだよ。よーく見ててね、やって。え、なに？スライム。なにこれ？これがエキス？え、待って。ディンゴはこれを飲んだの？え、ちょっと待って。え、ディンゴはこれを飲んだの？え、泥水入れて美味しい水だよって私でも飲むやん。光の蜜とでも呼んでおこうかな。薬の元になるから大切に持って帰ってきてね。わかりました。あ、で、見送りなんだ。レスキューキャンパーでついていきたいんでしょうか。え、おいで。一緒に旅しようよ。なにあなに種になっちゃった。じっくり調べてみたいね。持ち帰ってきてくれる？いいや。解剖されんぞ。パピヨンに解剖されるって。とりあえず、お腹引き裂こうね。おっと、中はこんな感じになってるんだ。今んとこ始まってずっとホラーなんだけど、パピヨン含めて。光の蜜一つから一人分の薬が作れるんだ。え、ってことは、もう葉っぱ人一人は、治療予定葉っぱ人。え、これで誰かわかるってことかな。で、11日目と、おはようございます。治療じゃない？早速治療開始してくれ。よし。はい、コピーだよ。閉まらんな。その辺、何の音すっごい。ダックス！ごめん、ちょっと気になったけど、カツラじゃないよね。カツラ感すごいな。どこだ、ダックス。ダックスどこだ？え、ダックスいなくね？え？ごめん、ダックス、また遭難したかも。いなくないガチで。あ、いたわ、ダックス。せんので。だから、残りの、もう、この葉っぱ人を直したければ、夜の探索に行って、光の蜜を集める必要があるんだ。多分、1回が1人分だね。言ってたので、いや、もう、ちゃっと行っちゃうじゃん。うん。よし、行こうか。何？光ピグミンについてまた分かったことがある。何？光ピグミンは強烈な光を放つことができる。はい。X をすると、ごめん、X するとはちょっと語呂的にやばいか。フラッシュバーストっていう技があるらしい。やってみよう。フラッシュバースト使っていこう。なにまだ無線来てる。光の種、カバンに入れといた。使い方教えてあげるね。はい。カバンの中から光の種選んで、種を投げるとピクミンが生まれる。夜とか洞窟にだけ出てきた。ああ、そうなんだ。普段の探索でも洞窟の中とかなら呼び出せるからねっていうやつね。はい。ちゃっと目光ってない今のうちに数を集めておこう。はい。デカチャッピーね。バースト行ってみようか。バーストすげえかっこよ。ほんでツンよ。フラッシュバースト強すぎない？かっこいいし強いし、ただちょっとために時間があるか。待ってフラッシュバースト遊戯王の技みたいになってる。アンドゥブラックマジシャンガール。あんま似てない。オッケー、耐えた。はい、治療の日ですよ。新しい葉っぱ人の治療。さあ、名前は。お、すっごいぽっちゃりさん出てきた。小次郎。仕事は迅速丁寧だが短期で思い込みが激しい。うわ、めんどくさいタイプや。まあ話聞いてやろう。え、なんか段取りバトルのマークじゃない？段取りバトルの特訓できるんだ、小次郎は。いや、今はいいわ。あと一人ね。こいつ見に行くよ。あー、新しいとこ増えてる。またどんどん行こう。え、こっちも増えてる、もしかして。あ、こっちも増えてるわ。危険度2になってる。いいわ、1から行こう。よし、やるか。また無線来た。何？実は要人の護衛任務の依頼が来た時のために前々からオッチに教えていたスキルがある。何？新しいのまた。守ってほしい光塚を選んでオッチにお願いする。あ、見回りとかしてくれんだオッチン。あ、かわいい。あ、近づいたら「オラよ」って言ってくれるわけね。こっちにもあるんだよね。これもしかして映せるの？映せるんだ。あー、なるほどね。映してくれんだ、やっぱ。妖体なんだって。あ、原始生物寄せつけて光塚守ることもできそう。だいぶでかいな、この妖体。踊り塚って名前にしようね。なるほど。これちょっと見回りお願いしといていいか？本当にありかもしんねえ。見回りしといてくれ。あー、見回りしてる。ぐるぐるぐる言うてる。時間までにオッチンが威嚇してるの見たい。かわいい。かわいすぎ。はい、今日はピンクの人を治療します。わあ、ピンク髪をジンってバカかっこいい。名前かっこよすぎ。眉毛つながってるけどね。まあ、とりあえず今いる葉っぱ人は全て人間に変えた。じゃあ本題へ移ろうか。ここね、行ってみたかったところ。常凪の浜辺。常凪の浜辺ってことは、海だね。青ピクミンかなり大事になってくるんじゃない？来た！アメンボいる！え、なに？え、待って。え、待って。雰囲気が好きすぎる。え、ちょっと待って！俺、ここに住みます。ここは、おすすめピクミン。青、氷、ハテナ。ってことは、またここで1人。またここで1種類増えるんだろうな。でもね、俺ね、恐れてることがあって、青ピクミンはまだ40匹いるし、まあ、50、ほぼ50いるし、いいんだけど、氷ピクミン全滅がマジで怖いから、ちょっと少なめでいくわ。ちょっとペレットもちょっと入れといて、持っといて、まずは回り目。うーわ！広すぎるって。え、オープンワールド。え、なんか弱っ。あー、オッケー。いるな、またやつがいるな。え、なんか転がってきてない？え、ちょっと待って、気になるところが多すぎる。無理。ちょっと無理、やだ。気になるところが多すぎる。もう無理。ほんとやめて。ガチでやめて。まあ、とりあえずここつなげっか。あれやっていってもらってる間に、また違うことをね。じゃあ、早速、段取りバトル仕掛けようか。この周辺の、なんか、探索ちょっと終わったから、行こうよ。また出会ったな。倒れているのはパイロットかもしれません。隊員、レンジャー隊員なんだっけは、あと1人だったよね。あの空欄。また連れて行きやがって。まずいぞ、葉っぱ人にされちまう。ほんとだよ。助けに行こう。待ってろ！段取りレベル3だ。今までで一番難しい。もうされてて草。あ、ごめん。手遅れではある。お前試すため新しいルール考えた。なんだよ、言ってみろよ。説明は後だ。覚悟してかかってこい。おい、せこくて草。先に説明してくれ。せこいって何が何だかわかんないから。なんだよ、新しいルールって。今んとこ普通だけど。ほんでさ、もうこの視点マジで醜い。何これ？ハテナ。これがハテナカプセル。運も段取りのうち何が出るかわからない不思議なアイテム。なに？え、そんなんだって、めちゃめちゃ負けててもここでとんでもないアイテム出せばさ、勝てるみたいな、逆転みたいなことがあるってことでしょ？ふざけんなよ。このハテナカプセルは、なんか、ポイントのアイテムとかじゃなくて、邪魔するアイテム的な？邪魔とかなんかいろいろ、敵をなんか翻弄するような。おい、とんでもない伸びしろが圧勝です。今回も素晴らしい段取りだった。いや、俺の圧勝だって。あとは任せた。お前はさ、何なの一体。毎回どこ行ってんねん。でもなんかさ、もうあの葉っぱ人、あの段取りバトル仕掛けてくる葉っぱ人はもうオリマーって俺の中で決めつけちゃってるけど、完全にオリマーって決まったわけじゃないんだよな。決まったわけじゃないけど、多分オリマーだよな。でもあれどうなんだろう。この人たちは一体何のために葉っぱ人にされてるんでしょうか。うわ、それもあるわ。え、なんでなんだろうね。それも葉っぱ人にした方がいいのかもしれないっていう世界線ない。いやマジでなんで葉っぱ人にされてんのかわからんし、あっちが悪と決めつけるのはまだ早いんじゃないか。まあ多分悪だけどね。我らがキャプテンオリマーが悪に染まるわけないんだよな。なんかいるな。おい、うわ出てきた。うわ待って、これさぶつけれんじゃね。出てきて。ちょ待って待って。出てきて。こっち、こわわ、まだ、ここ、そこ、ちょうどいい、そこ。避けるな、バカ。待って、こっち。オッケー、いいよ。その1キープして。さあ、こっち来て。そう、そこキープ。お疲れ。お前、うまいね、避けんの。オッケー、もう一回。オッケー、そこキープ。オッケー、お疲れ。ストライク。うん、ちょっと一番上行ってみたいか。お宝もあるけど、もしかしたら上、おえ。もしかしたら上に拠点を移せる場所あるかもしれないしな。一旦ここ。待って、その位置まずい。え、待って、これ青ピグミンがいかれた今。うわ、視点すっご。ここオッケー、ナイス。オッケー。え、何、潮が引いた。あ、引き潮になるんや。あ、そういうのもあんだ。でも今氷ピグミン2匹持ってかれてるわ。まずい。俺的には氷ピグミンは絶対に死守したい。殺すなら青ピグミンにしてくれ。待って、えっくいのいる。みんなねえ、みんなえっくいのいる。怖い。まずは初見殺しがあるから、どこが弱点か見極めたい。多分顔は硬いんじゃないか、これ。あ、尻尾だ。今尻尾にタゲいった。突進してくる。で、この尻尾に投げる。落ち着け。大丈夫。15匹つけろ。15匹つけたら勝ち。これ跳ね返される。いける。ナイス。で、氷に変えて、いけ。おっちんもいけ。だいぶ減ったんじゃない。オッケー。一回集まって1匹も殺さずいこう、この試合。オッケー。で、氷ピクミンに変えて、いや、これもう降りて突撃。オッケー。で、一回帰ってこい。この突進した後ちょっとねゆっくりになるからね。お前ら何してんだバカー。おい、勝つためには戦略的絶対っていうものもいるのによ。むやみやたらに突っ込んだらいいって問題じゃねえんだぞ。落とせ。いっけ。ナイス寿司。え、ちょっと待って。え、サソリみたいなん倒して出てくるのが寿司。ハリーアップってなったでしょ。ハリーアップってなってるところに、俺こっから行くから。夕暮れってなってるところにこっから行くから、俺は。赤ピクミンと黄色ピクミンやって。まあ、80匹と161匹やから30で。俺はもう俺ぐらいになるとこっから行っちゃう。スクラップディスコ。なんかとんでもなく怖い名前だな。なんかめちゃめちゃ潰されんじゃない。まだ目の前にまず宝物が。高いなぁ。これ届かないな、黄色ピクミンでもさすがに。なんだこのゾウさん。オッケー。はい、掘って。はい、穴掘り。でっかいの出てきたな。でっかいたまたま。はい、次のエリア。はい。お、黄色ピクミンが戦ってる。いやー、間違えた。ごめん。これ運ばせんの、これもう赤ピクミンに任せて、でここ壊すのも黄色ピクミンに。間違えた、バカ。オッケー、ちょっとオッチン待っといてくれ。ふん。まずここやね。よいしょ、乗って、これ確かピクミンでね押せるはず。オッケーで、先に下のやつ倒してやな。はい。こっちからガーっていって、ここ乗って、こっち行ってか。よいしょ。オッケー。いやマジでね、この時間大好きなんよな。いやマジでね、可愛くない？ピクミン運んでる時間。え、待って、7000到達したわ。はい、3回到着と。こらまたすごいギミックの数。なんだこれ、見回しドローンで周囲の状況を把握する。なるほど。そうやね。それが一番やね。もう全然使おうとしてたけどね。なんだこれ。ここに次行く場所かな、これは。で、お宝があって。え、待って、ごめん。ちょ、待って、みんな待って。ピンクのピクミンなんかいないよな。新種じゃないこれ。まずこっから、どこに行くのかがわかんないから、まあ、ちょっとごめんやけど、ちょっと、いってらっしゃい。あっち登んだ。なるほどね。これは何？あ、掘ってる。掘ってもろて。え、何？穴に入ってった。え、待って、あっちに繋がってるとかそういうの？そういうノリもしかして。あっちに繋がってたわ。抜け穴。で、多分これオッチン切り替えでなんとかするんだろうけど。これは、なんだ？ベルトコンベヤーの入れ替えかな？とりあえずこれ向き変えるか。向き変えて。どうするんだろう。動きを変えるタイミングが大事そう。ってことはこうして、はあ、なるほど。切り替えでオッチン手動にして、ここに乗るじゃん。いや違うな、こっちに乗って、で俺らはこっちに入る。入ったら次にこれはいけないんだよね。え、黄色ピクミンとか乗った。跳ねた。うえー、はあ、なるほど。跳ねた。うえー、どこ行ったのどんどんどこ行ったの。まあ、とりあえず一回切り替え使うか。こっちからの方が見やすいでしょ。待てえ、こっちか。まだこっちで跳ねさせて、どこ行くの？跳ねるでしょ。ここがはい行った。でそっち行ってスルーって行って、すごすぎるこれ。待って、で自動的にここに来るんだ。でこれ10匹で落とすんじゃない？やばすぎるこのギミック。だからあと9匹。ごめん間違えたこれで見て、スルーってうわーっていって、うわーってぐるぐるんってこうスーっていって、みんな見ていくよ。次このギミック。テレレレレレレレン。あ、ゲーム違う。こういうの大好き。おもろいやん。え、何出てくんだろう。いくよ。何このピクミン。ピンク色。で、ごめん。ここにはどうやって行くの？待って、探せ。これだ。この扇風機だ。この扇風機に乗らなきゃいけないんだけど。あ！これだ。こっからジャンプだ。はぁ！ほいしょー！はい、来た！みんな行くよ！はい！なにこれ？なにこれ？なにこれ？ハエだ！ハネ手首はその名の通り羽が生えていて空を飛べるのだ。当然物を運ぶときも飛んだままなので、歩いて運ぶよりも近道を通ることがある。攻撃力こそ弱いが空中戦は誰よりも得意だらしいわ。待って、すごいなマジで。いろんなピグミン出てくんな。うわ、飛んでる。見てみんな。これ、オッチンにはくっつくのか？あ、そこはくっつきはするんだね。さらに奥へ。さて、4階に着いた。なんかめっちゃ音聞こえる、いろんな。あれは何？なんか戦ってる。これ赤ピグミンやな、戦ってんの。下は？あ、豚の貯金箱ね。はい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 。あ、増やせるわ。ハエピグミンやったっけ？違う。羽ピグミンね。赤ピグミンまだまだいるから、赤ピグミンで増やそう。あ、これオッチンの出番です。行ってきます。よいしょっと。あ、ピクミン連れてくるの忘れました。かわいい。なんか回してる。なんか知らん間に回してる。何回してんのそれ。何が起きる？もしかして消化。はい、ありがとう。待って、まだそっちから行くのは早いんじゃないかい？待って。オッチンの、オッチンなんか口笛やねんな。かわいい、見て、みんな。どこ見てんの？怖っ、今の、何？その、吹いた後の、それ何？吹いた後、虚無になるの何それ。見て、いくよ、もう一回いくよ。ずっとどこ見てんの？集めて、行ってきます。待って、これ羽ピグミンだけ来れるみたいな。そうだ、やっぱりガチ空中戦得意じゃん。で、ここ10匹。うわ、すげえ。羽ついてるがゆえの技だ。すげえ、やるな羽ピグミン。あ、すごい。見てみんな、なんか妖精さんみたい。まあ、妖精さんにしてはちょっと顔不細工やね。なんか、視聴者が、なんか、ピクミン苦手で見れないんですよねって言ってて、なんでって聞いたら、このケツが気持ち悪いらしい。いや、でも言われてみればさ、確かにだよな。集合体恐怖症きつそうだよな。ファイナルフロア。そんなこんなで到着しました。さあ、ボスいますか？いますよね。ありがとうございます。ちょっと待って。待って、今までとは明らかに雰囲気が違う。待って。待って。今までとは明らかに違うって。いい感じにオッチンこっち来てくんないかな。あ、来た来た来た。こうして。いや、ちょっと待ってよ。ごめんな、みんな。ちょっと待ってな。サムネ撮るの。バレてて草。まあ、ここサムネに使うかはわからないんですけどね。オッケー。ほな、いきます。まず1匹投げる。反応見る。始まった。ぐい。まずは1匹で反応見たけど、どこが弱点なんだ？まあ、真ん中が弱点なんだろうけど、一旦様子見でぐるぐる回ろう。でも攻撃仕掛けてくる感じないな。まあ、ちょっと踏みつけ注意って感じか。攻撃してみるか。あっ、ごめん。今の神回避で草。一回離れろ、一回離れろ、様子おかしい。激辛なんだこれ。ピクミンが混乱してる。こうなったら原因となった生物をやっつけるしかない。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。違う、今のは、ポリーのせいやって、今のは止まった瞬間にさ、もう足がもう頭の上だったのよ。で、止まってんのがスタートした瞬間に踏まれた。もう全部コリーのせい。親近くに遭難者がいるようですね。おい、初見の感じ出すな。まずこのどんどんに踏まれてもまずくて、待ってまずいまずい、一回離れろ。これに当たったらまずいんだよ。黄色になった。早い、黄色は早いね。オッケー、覚えた。規則性、あ、ここもいける。次右足動く。これ今チャンスじゃない？一回離れようか。踏まれんなよ、踏まれんなよ、それ踏まれんなよ。ゆっくりなった。オッケーオッケーオッケー。なんならもうこの黄色の時間の時、かなり相手パリピになってる状態だから、もう手出さない方がいいまである。ちょっとだって怖すぎてすぐ引き上げちゃう。よくない。オッケー、今いく。あ、今チャンスか。あー、待ってよ、やばい。くっそ、5匹ぐらい持ってかれた。こうなったらあいつらは使えない。無理だよね、多分無理だ。あっぶの L をしちゃって、今危なかった、めちゃめちゃ。集まれ集まれ、大丈夫、踏まれんなよ踏まれんなよ。合間縫って合間縫って。オッケーオッケー。おっとおっと、最終形だ。赤は見たことないよ、一番早い。もう俺これ攻撃しに行かないわ。赤落ち着いてくれた。まあ、ああなったらかなりね、敵はね、テキーラ入れた状態になってるから、もうかなり範囲になってるからね。はい、これ今、はい、クラブ、はい、DJ 回し始めた。かなり熱い曲かかってる。多分アビーチあたりかかってる今。今チャンス、今チャンス。やばい怖すぎ。でもだいぶもう4分の3は削った。まあこれね、マジでね、爆弾岩とか使ってった方がいいかもしんない、ガチで。あ、もう爆弾岩有効すぎ。あ、でももうなくなっちゃった。これは残しておきたいな。いやでも簡単に買えばする。ちょっと力変えるわ。力借りるわ、アイス爆弾に。決めろ。氷はしない、氷はしませんよ、一発じゃ。ありがとうございます。これチャンス。やっべえ、マッツ結構いかれたか今。よくあいつら踏まれずに。お前何してんの。反射でジャンプしちゃうわ。え、待って、え、倒した。とどめ刺した感覚なかったー。なんとか勝ったわ。ちょっと待って、虚無感がすごい。やばいやばい、ガチで強かった。足が一撃必殺すぎて、今までのもうほんと何倍も緊張感あった。さあ、誰なんだ？ ID 情報。プデル。宇宙各地に多数の顧客を抱えたスタイリスト。あ、スタイリストでした。ね、こんだけね、すっごいなんかもう本当にトラウマレベルのボスのところでいたのが、スタイリストでした。新しい自分へとイメチェンさせてくれる。あ、これまたキャラメイクさせてもらえるとかじゃない？オッケー、ひとまず帰ろう。俺この洞窟抜ける時のさ、編集でさ、爆速帰宅っていう編集があるんだけどさ、俺その編集めっちゃ好きなんだよね。よっしゃ帰ろう。おい、なんかお前らの顔いつもにもなく、なんかかっこいいぞ。ああ、これでキラキラエネルギーがいくつだっけ？ 7000 だっけ？これぐらいエネルギーが溜まったらシェパード号のエンジンも動かせそう。マジ？起動テスト。初めてよ、これ。起動するか？いった！え、みんな、エンジンいった！ナイス！これでいつでも離陸可能です。よっしゃー！声カスカス。あとはパイロット。そう、パイロットがいないんよ。13日目。クデルとハッパ人と。丸2週間が経ちました。どうぞ。見てみんな、こんなにも人が集まった。遭難しすぎやろ。とんでもない量いかれてもうてるやん。ピクミン生活を始めて2週間が経ったわけなんですけれども、そう、もう離陸準備完璧になったんだよね、もうこの飛行機。ただ、離陸できないのがなんでかって、パイロットがいないの。残る隊員あと1名、パイロットがいないの。そのパイロットを今日は探しに行きたいところではある。ただここで俺からの切実な願いがあるんだけど、お願いだから美人であってくれ。いや待って。え？どうしよう。もしかしたらこの葉っぱ人がパイロットっていう可能性はない？もしかしたら、十分にあるんじゃないか？一旦確かめ行くか。エキス取ってくるわ。よし！行こうか。はい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 。もう余裕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 。誰か殺してくれよ、俺のこと！倒してくれねえか、俺のこと。弱すぎて暇なんだが。誰か俺を倒してくれ。はい、帰宅。この葉っぱ人だがよ、なんとなくパイロットみたいじゃねえか。お、ディンゴ！たまにはやるやん。俺と同じ思考してる。ちょっと直してみる価値はあるんじゃない？さあ、治療を開始しよう。あすっごい、あすっごい。あそこすっごい、あすっごい、あー！バーナードめちゃめ、レスキュー隊員、ベテランパイロット、まあ総フライト2万時間超えのベテランパイロット、バーナード。俺の勘は間違っちゃいなかった。マジで全員集まった。無事レスキュー隊メンバー全員が揃いました。ガチでナイス。これでどうなる？よくぞ無事だった、バーナード。おい、もう動いて大丈夫なのか？そうよね、そうよね。ディンゴも心配サンキューね。ミーはノープロブレム、問題なしです。めちゃめちゃかっこよくない？なんか。おい、ちょっと待って待って。ではこれよりキャプテンオリマの救助を再開するで、アイコピーとアイコピーで、二択どっちもアイコピーやん。じゃあ俺も片言にしとこう。アイコピーでーす。わお、ユニークなルーキちゃんです。ユーが隊長が言ってた切り札ですね。気に入られた、バーナードに。キャプテンオリマンの居場所なんですが、気になる日誌を見つけましたって。何？最後の探索へ。何これ？ようやくドルフィン号のパーツを全て回収できる目処が立ってきた。ドルフィン号のレーダーによれば、残りのパーツは巨大な建造物の中にあるらしい。生命維持装置のリミットは近づいているが、あともう一頑張りだ、オリマン。ちょっと待って。写真見て。家だね。待って、最初のとこじゃないの？もしかして最初の映像が最後の映像と繋がってるって感じなんかな？復旧したレーダーで周囲を調べたところ、確かに巨大な建造物の中から救難信号が。オリマーじゃないの？よくやった。ではリスクウォッチン、いつものように救助に向かってくれ。総員配置につけ。はい、コピー。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。最終回が見えてきたぞ。ホッチンどうした？あれ？ホッチンの尻尾ってあんなでしたっけ？待って、確かに。なんか白いボンボンみたいなのがついてなかったっけ？葉っぱになってない？待って待って待って、なんでこっちに異変が起きている。とりあえず、ちょっと、いつものように、訓練を受けます。これでしょ、絶対。絶対噛みつき特化させた方がいい。で、開発も見ていこう。しびれサンダー。追っかけ爆弾。まあ、これは後々見るとしよう。ラッシュブーツ。これ歩くは速くなるやつやん。いや、こんなん絶対いるでしょ。いつからあったんやろ。全然気づかんかった。これで速くなったんじゃない？あ、もう全然違う。え、待って、早すぎない？オッチも血まなこになって走ってる。隊員が全員見つかってようやく本来のミッションに取り掛かれます。そうだよね。本来のミッションはオリマーの救出。そのオリマーの救出をするのに、シェパード号が墜落してみんなが遭難したっていう物語やからね、今。さあ、オリマーのいる場所へ。一番星の隠れ家。ここにオリマーさんがいる可能性が高いです。気を引き締めて探索してください。行くしかねえか。ピクミン面白え。止まんねえよ。俺もうピクミンの虜になっちまったよ。俺もうこのゲームがないと生きていけねえよ。なあ、このゲームをもっとやらせてくれよ。なあ、なあ。でもさ、一番星の隠れ家に行く前に俺気になってんのが、ハテナがあるんだよね、まだここ。トコナギの花辺。花辺ってことは、もう一種類いるんだよ。ピクミンが。これは取りに行くべきじゃない？でも。ちょっとみんな待っててな。新しいピクミン、取ってくるわ。いや、普通に考えたら、赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミン、紫ピクミンと白ピクミンが、ずっといるはずじゃん。今までのシリーズ知らんけど。いるはずじゃんか。だから、え？あと一匹なんかな？なんかそれもわからんし。とりあえずどこだろう？ここじゃない？うん。ここ行くべきかな。まあ、とりあえずのんびり散歩しながら、夕方なるの待って、あの洞窟行こっか。なんか今回さ、一気にわかることが多すぎてさ、やばいんだけど、情報過多。これ運べっかな。100匹いる。100匹いるのマジ。登れない。登れない。やーだ。やーだ。こっちから行こう。突撃！はい、来たー！はい、ちょろちょろちょろ。これやばいかな？これやばいかな？みんなやばいかな？ちょっと待って。ここに来て忙しくなって。待って待って待って。これだけ全部入れてから、ダッシュで入りたい。ちょっとまっついかも、まっついかも。それは嬉しい。それはすっごい嬉しいんだけどさ。これ、待って。急げ。洞窟まで走れ！お前誰？おい、お前のせいで間に合わなかった。はい、お前のせいやから。お前ほんま、腕もおいだろけ。はい、16日目。もう次は絶対に行く。ガチで。お宝に目がくらんだガチで。でも夕方までちょっと時間あるから、ちょっと探索しよっか。ちょっとここに、おい、効率よくできる、あるやんか、ここに。こいつ倒して、おいよ、出てこい。よし。で、なんでよ。で、なんでよ。さて、洞窟行こうか。さあ、洞窟へ行こう。海底リゾート。生息ピクミン、はてなはてな。いや、待って。いないんじゃないかな。ここには。だってさ、いつもこのおすすめピクミンってところに出るはずだもん。だとしたらどこよ、じゃあ。ここあるやん。このどっちかじゃね？よいしょよいしょよいしょ。ここに洞窟がある。深海の城。青ピクミンだけだ。いないか、じゃあ。俺は今回、ここに来た理由は、新種のピクミンを発見するために来てるから、新種のピクミンに出会いたい。普通の洞窟なら後回し。氷温サウナ。いないな。どこ？ちょっといろいろ見て回ってるけど、どこ？これ向こうにもあったな。おい、俺今回も、おーい。無理だよ。ここ入るか。近いし、一番。行こう。夜が近いので洞窟には入られません。お疲れ様でした。カウントダウンが始まると洞窟には入れなくなるみたいです。一回家に帰りましょう。17日目。ねえ、あと一匹の場所どうしよう。でも一番、もう行こうかな。悩む。無理。一旦ピクミンを全員揃えることに集中しよう。メインストーリーはその後だ。あ、ごめん。18日目、俺の推理はこの水のとこと中でここに繋がってんちゃうかなっていう。ちょっとだからこの水のとこがすごい臭いなって思ってんねんな。うん、まあ俺のうんこも相当臭いねんけど、なんつってじゃあ行こうか。行こう、いざ行かん。深海の城と。はい、青ピクミンだけで来てって言われたんやけど、火がいます。死ねってこと？慎重に行かなきゃいけないな。てか、普通にさ、燃えるからさ、火やったらこいつ攻撃しても、もう避けていくしかないっていう考えやねんけど、俺的には。いや、絶対無理だよな。あ、水たまりに誘導。それ、ナイス。こういうことか。ナイス。そういうことか。ナイス。待って、リスナー頭良すぎ。まあ俺最初から全部分かってたけど、リスナー試すために聞いただけやねんけどな。お疲れ。こいつはね、ちょろい。何お前誰？え、なんで？え、どこでうわ、なんか落ちてきた。え、そんなバカな。目には見えるのに生体反応がありません。え、待って、生きてないってこと？これは一体。急いで日照調べないと。存在しない存在。は？どういうわけか、ピクミンの攻撃は愚か、爆弾岩さえも全く効いている様子はない。この次元に体が存在しないとでも言うのか。重力波でも発生させられれば、次元が収束して姿を現すかもしれないが、そんなものは。は？え、待って。え、この説明だけ聞くと、無敵って言ってるようにしか聞こえへんねんけど。は？体がこの次元に存在しない。これじゃ叩いても無駄。とにかく今は、逃げた方がいいと思います。こんな指示ある？今までで。は、どこいるわ。でか、ほんで。はいや、逃げた方がいいって言われてもさ、こっちに来る様子はない。とりあえず倒す。大丈夫だよね。あ、だからこういう穴が存在するのか。こっち来た。隠れて。え、待って、こっち来ないよね。ちょっとどっか行って。ガチで無理。あんなんで引かれたらもう一発やろ。エグすぎる。なんだあれ。オッケー、運んでいこうか。まっつい。こっち来んのかな。ああ、来るんだ。スン。は？チーターやん、普通に。え、絶対に倒せないのあいつって。オッチン何してる。あ、でも俺らのことを感知して向かってくるとかではないから。いや、これ間に合う。大丈夫、逃げ切れる。オッケー。はっ、来ないよね。びっくりした。え、マジ今まで出会ってきた巨大プリンとか、ヘコキパリピグモとか、もうマジシャレにならないぐらいの威圧感を感じる。あ、でも平和そうな。あ、平和だ。広いね、ここ。なんでこんな広いんだろう。右上にスイッチがあるんだよね、ほら。あそこ押しに行きたい。あとガチで BGM 怖い。何それ。穴からなんか出てくるとこないよね。あ、またあるわ、あれ。あ、しかも遭難者だ。はい。ああ、ちょっとイカれた。また来たー。なんでこのタイミング。いや、プルプルしてる。さすがに柵は越えてこないだろう。あ、オッチン、こっから入れる。一回ちょっとピクミンほんと死なせたくないから、一回ここで中断してもらって。うん、オッケー、入ろう。あ、これオッチンしか入れないのか。落ちろ。よし、落とした。オッケーオッケーじゃないね。おお、ま、なんか盗まれてない、なんか盗まれてない。ちょっと待って、これ引かせよう。引いてくれそのまま。ギリギリのライン。あ、それ引くんじゃない引いちゃうんじゃない。はい、遭難者ごと引いてます。どうぞ。このスピードやったらいけんちゃう。やばくなったら俺が集めるけど、やばいか。ちょっとあっちの方が早い。大丈夫か、この坂登れる。ここ入ったら大丈夫やから。いける、お前らなら走れ。いや、もうそんな子どうでもええって、遭難者なんて。ミカワン誰？この人は学校の先生なんですね。急に冷静なんやめろ。いけるよな、オッケーナイス。これどっちが先？いや、命大事に。あ、一人プチっていかれた。え、マジで怖いけど。3回来たけど。うん。もしかしてあいつマイフロは出てくるつもり？勘弁してけろ。いや、結構鬼畜ステージやな。体勢じゃない、なんか、ギミックとかモンスターに、怪物でしょ？あ、お宝レーダーなかった？もうないんだ、この回にお宝。ちょっと早くないかな？ちょっと早くないですか、先輩。プルプルンじゃなくて、ここは来ないでしょ。ほら、もうえぐいもん。え、こいつすごない？すごいって。え、なんでそんな、なんか死体踏みばっかすんの？すごい死体踏むやん、あんた。え、害悪プレイヤーやで、やってること。あかんで。ネットでは結構叩かれるんやで、そういう死体踏みみたいな、死体打ちみたいなことしてたら。同じとこ周回してるわ。多分これ運ばしてもまずい。あー、待って、なんで俺だ。待って、はあ、ちょっと目離したら、これちょっと今のは普通にミスった。よし、この回さらちにしてやった。マイフロアさらちにしてるけど、4回来たのはいいけどさ、俺のイメージはもうずっとボス戦だよ。で、いや、気持ち悪いチャッピーがいる。え、何このチャッピーは。めちゃめちゃキモいが。え、毒なんだこれ。俺ちょくちょく気になってるんやけどさ、このなんかようわからん葉っぱ生えてるやんか。俺この葉っぱもなんか擬態した原生生物が出てくんじゃねえかってさっきからビクビクしてんだけど。なんかこのステージはすごい新種の原生生物いっぱい出てくんな。俺の顔もね、新種の原生生物みたいな顔してるけど、今笑ったやつ殺す。え、なんか緊張感がね、他のダンジョンとね、比にならないんだよね。マジで比にならない。うわっ！やっぱりな、俺そんな気がしたんやって、やっぱり。待って、落ち着け。一回落ち着け、大丈夫。落ち着いて。俺がついてるから、お前らには俺がついてるから。待って、その目の前まずい！なんでこのタイミング本で。え、よく KY って言われない？君友達いなかったでしょ。オッケー、とりあえずここは殲滅したけど。うわ、待って、30代まで減ったか。あれ踏まれることないよね。え、待って、は？俺お前一生許さへんから。ちなみに1匹投げてみたいな、あいつの体に。どうなるんだろう。いや、でも数少ないピクミンを犠牲にしてまで確かめることではない気がする。でもさ、ちょっと気にならない？どうなんのか。えい、あ、もうほんと弾かれるんだ。弾かれたね今。よかった。ファイナルフロア来ちゃー。さーて、何？待って、皆さん待ってください。ファイナルフロアまで来た甲斐があったかもしれない。これさ、そうだよね。やつだよね。そうだよな。俺のとこに来い、紫ピクミン。きたー、どすこい。あっ、よいしょー。おデブちゃん。紫ピクミンは1匹で10匹分の力を持ち、普通のピクミンの10倍の重さがある。どすこい。足が遅いっていう欠点だけでも投げようとした時の手ば上げて、あ、ごめんなさい、本当に。なんかちょっとでかいね。なんか紫ピクミン。ちょっと待って。ほら。でかいね、なんか。持ってみていい？ほら。ちょっと投げてみるよ、投げてみるよ。えっくい。これは頼りになるわ。なんか幕の下みたいだよね。ポケモンの。幕の下ピクミンってこと。え、ちょっと待って。興奮してて全然見てなかった。え、絶対キャサリン出てくる。あ、待って、しかもここ100なんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うん。透明人間ロードローラーはもう出てこないんだね。信じていいんだね。じゃあ、いざ。は？その卵は何やってん。え、待って、でもこいつに攻撃しても無駄なんじゃないの。は？どうやって攻略しろっていうの、こんな。あ、積みました。お疲れ様でした。いや、違う。なんか近くに落として衝撃波でみたいな。違うのか。直接投げていいんか。え、待って、怖すぎる。ケツから行こう。はっ。はっ姿現した。どういうこと。唯一紫ピクミンだけがこいつに対応できるってこと。いけ。まだいける。あ、落ち着け大丈夫。もうちょろいぜお前は。ざまあねえな。はえ、なにこれ、なんなんこの、え、なにこの状態。え、紫ピクミン。そういうことか。いけ、突撃は無理でした。けど一回集めて、もしかしたら時間で復活するかもしれない。急げ。どこ行ったの。お前どこ行こうとしてんの。許さないけど普通に。逃がすなあいつを。いろんなピクミンの敵。お前どうしぶといなお前。とどめだ。なんか決まらんかった。なんかうまいこと決まらんかったけど。え、ちょっと待って。あんだけでかいやつから出てきたの、この CD1 枚。割に合わんて。もっとなんか金の王冠とか出してくれてもええぐらいやで、ほんまに。攻略成功。調査コンプリートはいいんだけどさ、何匹死んだ？ 34 匹も死んでるわ。あ、そう、これで、はい、繋がってました。やっぱり繋がってたわ。帰ったぞー。めちゃめちゃ老けたな。で、集めたキラキラエネルギー1万超えと。快挙ですよ、これは。探索19日目。もう19日も経ったんか。もうすぐ3週間やで。もし、集めたピクミンが、これで全員なんやったら、白ピクミンがおらんことになるんよな。ね、今、え、待って。またハテナのピクミンいる。絶対白じゃない？ちょっと待って、集めたい。今の発言めっちゃ探検家だったね、俺今。もう思考まで探検家になっちゃったみたいだわ。その道の人だった。さあ、この葉っぱ人どうしてやろうかと思ったけど、正直俺もうこいつには興味ないんですよ。もうこいつには興味ないのなぜかっていうと、もうレスキュー隊員全員揃ってるんで。はい。だから、こいつはもうずっと寝といてもらおうかなって。これから葉っぱ人になる人間は全てこっから行列ができるっていう感じになるんですよね。永眠してもらいます。で俺今日したいのはちょっと待って、今日したいことの前にまずはあれか、開発か。まあいいや、装備させといてやるか。あとこれももう買っておくか。ほんでもうおっちんのライフパックも買っちゃう。これでいこう。もう資材72になっちゃったけど。はい、次おっちんの訓練ね。自分鬼噛みつきいいっすか。よっす、鬼噛みつきレベル 3！ どうなるん。あ、これがもう一番上だ。じゃあもうおっちんのもう顎の力はマックスを迎えたということね。多分レンガでも砕くだろうね。行くべきところは分かってますね。さあ、オリマーさんの救助に向かいますよ。ごめんなさい、向かいません。なぜかというと、まあ、ここがまあ、オリマーさんの場所なんですけど、今日ね、新種のピグミンがあと1匹足りないんすよ。これが欲しい。行かせてくれ。さあ、ラストのピグミンを探しに、冒険へ、向かおうじゃないか。ビョ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 ーン！何それ。はい、着いた。で、行ってないところが、ここと、ここ。だから、今日はもう二つとも行っちゃう。二つとも行ったらもう確実でしょ。多分一日で行けるか、じゃあ。ここなんだよね。氷ピクミン全滅防ぎたいから、15匹だけ持っていくわ。で、青ピクミン全突破で。友達に音量下げろって言われました。ごめんなさい、本当に声でかくて、本当友達には本当申し訳ないと思ってるんで、ちょっと一回殴っといてもらっていいですか。はい、着きました。何？ちょっと神秘的なんだけど。あ、びっくりした。あれ、チンコに見えた。あ、ごめん、チンコとか言っちゃった。ごめんなさい、とりあえず、俺の予想なんだけど、一応、なんかそのラスト、ハテナになってるとこのピクミンっていうのが、白ピクミンなんじゃないかと俺は踏んでる。こいつだよな。これ何しでかしてくるんだろう。待って、氷ピクミンで試すのはまずいか。あ、吸い込みね。あ、もうちょろいちょろい。はい、一回回収して。はい、ちょろい。今吸い込まれた？吸い込まれた？あ、待って、中に閉じこもってる。見て。見える？ほら見て。中に閉じこもってる。これ倒したら出てきてくれんのかな。花火だよ。仕事早っ。待って、出てきてから仕事早っ。運ぶことしか頭にない。自分の命なんかどうでもいい。ただ運びさえできれば。狂ってやがるこいつら。これ氷ピクミン投げちゃっていいかな。凍らせよう。オッケー、ナイス。あ、氷ピクミン有効やな。オッケー。俺、この、洞窟好きかも。めちゃ、なんか、綺麗だしね。これは？待って、俺が大好きなやつじゃない？待って。俺が大好きなやつじゃないこれ。俺が大好きな哺乳瓶じゃない？たった今、リスナーが何人か減りました。マジかよ。ちょっとオッチン待っといてもらって。あー、なるほど。お、ゴーリップあるじゃん。これ多分ね、ここで締めるんだと思う。こうなんかハンドルみたいな、回して。はい、持ってきてもろて。はい。よいしょー。で、これ回してもらうと。これで、全部消えんじゃない？はい、沈下。で、ちょっとオッチにデブか。あー、いっぱい吸い込まれた。おい、どんどん吸い込まれた。バカ。オッケー。はい、花火。この花火、君と一緒に、見たかった花火なんだよね。夏祭りは行けなかったけど、綺麗な花火が見れて、よかったよ。キュンえ、本気でキュンってしたの？だとしたらろくな恋愛してないね。これ何出てくる？モンスターっていう可能性も。あ、待って待って待って、え、待って、これさ、え、待って待って、これ俺が大好きなおしゃぶりじゃない？いよいよ通報される。はい、2階着いたよー。ほい。近くに遭難者がいる。なるほど。でもまあどうでもいいんだけどね。もうレスキュー隊員以外は。まあまあ周り見渡した感じ。ん？あ。え、この洞窟ありがたいんだけど。氷ピグミン増やせる。え、待って待って、こんだけ氷ピグミンいたらさ、ワンチャンさ、氷ピグミンのオニオンあるんじゃない？ここ。あるよね、全然。可能性。まずは敵の殲滅が第一優先。なんで人前でリス君の配信聞いちゃってたんだろう。別にいいじゃねえかよ。俺の配信ってそんなやばい配信かな？たかが、おしゃぶりが好きって言っただけなのに。公共の場だからやめてて怒鳴られた？え、ごめん。え、存在が下ネタみたいに思われてない？え、氷ビグミンの声めっちゃ可愛いわ。普通にぶっ殺したくなる。あれは何？あ、見てみんな！中に人がいる！遭難の仕方の癖。さて、行きますか皆さん。よいしょ！一回離れて。うわ、相当吸い込む。え、これ全部吸い込まれる可能性あるな、全然。恐れずに凍らせるべきか。オッケー！オッケー！ナイス！誰一人死んでないわ。ナイス。いやもう誰だっていいんだけど、一応ね、シーバー。どうでもいいわ。レチゴー。はい、3階着いた。壊せ。ちょっと待って。割らなきゃ。違う。レティクルが違う。バカ。違う。あ、おい、よかった。あ、これ通れないんだ。あ、待って。ここだ。このスイッチだ。よいしょ。はいちょ。ボタン押してもらっていいですか？そのぐらいの段差自分で登れますよね。オッケー。正直、青ピグミン増やさんでもいいんだよな。もういっぱいいるから。氷ピグミンの方が大事じゃね？凍らせろ。いっぱい落とされた。もういっぱい落ちてる。ごめん。いっぱい落ちてるから、あれ全員死ぬってことはなさそうだから、一旦ね。で、戻れないし腹立つわ。あ、なんか凍った。あ、なんか勝手に死んだ。なんですげえ死んだくない？いや、死んでないでしょ。え、待って、すげえ死んでない？え、ごめん、え？すげえ死んでない？ごめん、え？待って、一回落ち着こうね、みんな落ち着こうよ、一旦。うん。一回ほら、集めよう、一回集合ね。氷ピクミンもね、こう集まってきて。はい。で、ここで、氷ピクミン2匹いるでしょ。何匹いたっけ？氷ピクミン25匹ぐらいいた。ちょっと言い訳させて。だってさ、遭難者がさいたやんか、さっき。で、あの中でさ、ふわふわずっとしてたからさ、吸い込まれるだけで害はないと思ってたんだよ。そしたらさ、めちゃめちゃ死んだ。このでかいやつを倒さないといけないから。うれっ、落ち着、なんで氷ピクミン持ってくんだ。もうなんで氷ピクミン持ってくの。もうやめてよ、もうやだよ。歯茎、なんで歯茎これ。ファイナルフロア。サクサクマジで。すぐ来た、ここ。さて、ボスはかいカエルちゃん。ああ、しかも、もうありがたい、ありがたい、すっごいありがたい。じゃあ行くか、後ろから。おらよ、とらケツに、でかいのぶ、待って待って、落ち着け、一回落ち着け。大丈夫よ。でかくなっただけでやってくることは変わらんはず。ナイス。本当に手応えは一切ない。うん。もうちょっとひりつかせてくれ。何出てくんだろう。よいしょー。あー、ちょっと怖い。埋まってたんあんた。助けなくていいよ。多分息はないよ。大丈夫かな。調査団ではなさそう。何よ。パッグ。体を張ったレポートでお茶の間の人気を博している。どういうこと芸能人ってこと？人気のテレビレポーターらしいわ。我の推し。いや、なぜこいつがこの、推しなのラッセルの。嘘？ごめん、生きてる。大丈夫、生きてるよ。ごめんね。推しだったんだよね。そうだよね。生きてるよ。ラッセルの推しにとんでもないこと言っちゃった。帰ってきたんですけれども、帰ってきたのはいいんですよ。で、すげえ達成感に溢れてたんですけど、今。俺、白ピグミン探してるんだったわ。こっちにはいると信じてます。氷温サウナ？冷たすぎて熱い的な？ドライアイス的なこと？あ、毒がある。これさ、オッチン俺つけたよね、さっき。ポイズンなんちゃら。うわー！役立った、ここで。ありがてえ。買っといてよかった。あ、まだなんか残ってたわ。よいしょ。はい。ナイス。あー！ホワイト。うわー！見つけたー！ママー！ちょっと、いいか？みんな行くよ！うわー！綺麗！引っこ抜こうか。よし。なんかこう見ると大根みたいだな。5体目。よいしょ！来たー！白ピクミン！おー！風邪気味。白ピクミン。地下に咲く白いポン菓子草から生まれた、白い体に赤い目をした希少な白ピクミンだ。体が小さく攻撃力は他のピクミンに劣るが、足は最も速く、体内に強い毒を持っており、一匹でチャッピンを致死量に値するほどだ。マジでとんでもねえや。毒ガスに耐性もあり、侮ってはいけない。そうなんや。足速えんだ。いや、嬉しい。ちょ、待って。声聞きたい。いくよ。あ、高めなんだ。かわいい。食べちゃいたい。これも死なさずに行こうね、ガチで。2回つきました。なんか、だいぶ寒い。かなりの低温。待って。大丈夫かな、これ。あ、なるほど。氷が降ってくるから危ないよ、みたいなやつね。氷ピクミンなら大丈夫じゃない？ん？これは何？何？どういうこと？何？ごめん。ごめん。何も映ってない。あ、そういうこと、こっち？待って、映ってない。待って見えないちょうど見えない見たいって凍ってるピクミンめっちゃ見たいのに壁にめり込んで見えないってオッチに乗って寒さをしのいだ方がいいらしい。これなんだ突撃してみるか。関係ないか。凍ってる。えい。あ？凍っちゃってる。こうなんか無理だ。わかったわ。全部、ここのマップのあれを全部壊していくんだ。そしたら多分、寒くはならないかな。もうありがたい、シュキー。これっぽいな。オッケー。あー、ようやく視界が。お、あ、地面も割れた。これでここは終わりだね。オッケーオッケー。お、これ登れる？これ登れないよね。え？なんだ？あー、え？あ？これで登れるとか？ああ、そうなんだ。面白え。面白え女。ファイナルフロア。さあ、ボスいるんじゃない？どうせいるから。せーの。ちょっとごめん、画面左上ちょっとえっくいのいる。ね、さっきみたいなカエルかなーって思ったんだけどさ、ね、カエルなんか火にならんで。あ、氷ピクミン出てきた。ありがてえ。ってことはここ氷ピクミン大事か、かなり。ね、俺これさ、俺氷ピクミンのみでいくわ。これも後で、あ、中に氷ピクミンいるかもしんないからさ、壊すか。オッケー。あ、やっぱりね。オッケー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 。氷ピクミン増やして。先にね、壊しちゃおう。こういうの全部。オッケー。これで、いくわ。ケツからの方が良さそう。おるい！いや、なんか当たってない攻撃。落ち着け落ち着け。なんか弱点がどっかにあるはずだ。あった！これだ！気持ち悪っ！めちゃめちゃキモいんですけど！え、待って待って、死なないで！やだやだ！もうちょっとね、広島で戦場で。ねえ、物足んない！物足んないって！いや、死なないでって言っちゃった。待って待って待ってお父さん？あ、ちょっと待って。待ってみんなごめん。これ以上は左に行けない。でも行きたい。これ以上ちょっと左に行くとまずいかもしらん。あ、見えちゃう。あ、あー、あー、あー、おちんちん、おちんちん、おちんちん。ガチ、ガチ、ガチモンの、おて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 んてん、おてん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 。じゃあね、チャンネル版にはなりたくない。もう行ってない洞窟はないよね、多分。ちょっと時間あるし、まあ、この辺とかの、このお宝ちょっと回収して、今日は帰ろうか。これ100匹いるんよな。だよなー。無理だー。100匹はいない。ちょっと待って。コメント欄見ちゃったんやけど。紫10でいけんじゃん。そういえば紫ピクミンってそうだ。1匹で10匹分なんだよな。すげえ、持てた。いよいよこんなでかいものも運べるようになったんだな。なんかすげえ感慨深いわ。20日目、いよいよです。月末が近づいてきました。オッチンのやる気が5になってる。これちょっと上げておくべきやな。怪力でいくわ。まだ3残ってるから、もう一回怪力いっちゃおう。オッケー。はい。っていうことで、俺多分全種類のピクミン制覇したんだよね。赤ピクミン、黄色ピクミン、氷ピクミン、岩ピクミンと青ピクミン。で、ここで紫と羽と白が増えて、ここはまだデータがないと。じゃあさ、ちょっと行ってみたくない？一番星の隠れ家。みんな準備はいいか？もしかしたら最後の場所かもしれないからね。うん。行こう。ここが最後のマップになるかもしれない。心していこう。みんな待っててくれ。無事に帰ってくるよーん。さあ。なんだあいつは。舞い戻ってきた。あ、待って、香料にもある。こっから入んのか。入った。え、マジで最初の感じじゃん。え、懐かしい、なんか。ちょっと待って。泣きそう。ちょっと言い過ぎか。ちょっと待って、でも。無線ちょっと、もうどうでもいい。コリちょっと黙って。うん。無事建造物の中に入れたようですね。今、リス君さんがいる場所ですが、オリマーさんがいると見て間違いありません。1データに紐づいた日誌が見つかりました。未知のエリア。ブーフィン号の完全修復まであと少し。残りパーツはこの見たこともない巨大な建造物のどこかにあるはずだ。ここでは今までの常識が通用しないかもしれない。いつもより慎重に探索をすることにしよう。それからもう一つ。あ、バーナードパイロットか。サプライズなニュースがあります。レスキューキャンプで見つかったあの宇宙船、やはりミスターオリマのものでした。マジ？フライトレコーダーを解析したら、ホコタテ星から来ていることが分かったんです。はい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 。墜落してたやつやんね。つまりあの宇宙船がオリマー氏のものであれば、彼の居場所を匂いで探れるというわけだな。実はあの機体の遭難者を探すため、オッチに匂いを覚えさせておいた。はい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 。オッケー、任せてくれ。なんかあいつも復活してるけど、なんかちょっと見た目が変わってるけど。ちょっと待って。なんか感慨深いぜ、ちょっと。感動するんだけど。いいな、なんか。ちょっとキモいか。これは？あ、わかった。突進だ。ほら！ナイス！ん？これは何？なんか入っちゃった。近づいただけなのに。あ、下に降りれるよって。これなんだ、ちょっと待って。匂い嗅いでる。どこ行くの？葉っぱ人と一緒にいた犬。公開日誌がないか調べてみる。あ、名前あるんだ。番犬モスやって。私がシェルターで休んでる間、モスは外で見張りをしてくれる。それだけじゃなく、どこからともなくピクミンを集めてきてくれる。モスが私の味方で本当によかった。ほら、やっぱりね、でもね、オリマーの犬だわ。うん。日誌に出てくるモスって、やっぱりあの犬のことだったんですね。だとしたら例の葉っぱ人は、オリマーだという可能性が高いよね。で、モスはどこ？あ、いた！モス！襲われてない？これ襲ってきてるってことだよね。モスごめん！モスごめん！モス本当にごめん！モス！俺も突進しよう。何？ピクミンがさらわれてしまった。なんとしても取り返す。オッケー。おら！ごめん、本当にモス！待って、まだ死んでない。まだ死んでない。体力ミリ残ってるよ。はい。動かなくなっちゃった。どういうことなんだろう。一旦モスはちょっと、待って。モスちょっと回復していってない？これさ、モスの回復がさ、全開したらさ、また追いかけ回されるとかそういうことなんかな？あるよね。ちょっとオッチン置いていくけど。いきますか。こいつはなんだ？ちょっと可愛いんだけど。でもね、俺は勘がいいからね。勘のいいガキだから俺は。多分これは岩で。そうだよな、そうだよな。そんな気はした。ナイス。おい、一匹落ちそう、落ちそう、落ちそう。ほんで、この先に洞窟があるんだよね。ちょっと待ってね。お宝があって。で、ここに敵がいるでしょ？あ、こっちも洞窟ある。広いな、また。一旦ここ入るか。まがいもののすぐつ。巣窟、ごめん。行ってきます。さあ、着いた。まがいものの巣窟。はい。うん。まあ、特になんか、変な感じの。でっかい。え、これってさ、岩ピクミンしか破壊できないんじゃないの？さっきの感じそうだよな。あ、いけたわ。ああ、なるほどなるほど。はい、一回終了と。はい。ちょっと謎解き要素来たかこれ。謎解き要素来たんじゃないこれちょっと。ん？これはなんだ？押してみよう。あー、なるほど。ちょっと白ピクミン少ないけど、白ピクミンとオッチンでいこう。うわ！え？通り過ぎたんやけど。え？どういうこと？うわ！え？え？ひき逃げじゃない？はい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 。いや、なんか怖いな。おー、びっくりした。おしっこだったわ。おしっこでもないわ。スイッチを、こっちにして、50。めちゃめちゃある。わー。なんかこいつちょっと可愛いんだよな。ナイスー。3回来ました。かなり広いな、なんか。見た感じ。ギミック多そうな感じではある。青で増やすか。はい、また増えたー。この、吐き出した瞬間の音めっちゃ好き。キュポンみたいな。だから毎日寝る前にこの音聞いてる。好きやから普通に。マジ？あ、嘘。あっちに移動させれるっぽい。オッケー。ちょっとオッチンはお留守番やね。で、スイッ、ん？何？なんだ？びっくりした。危な。音気づいてなかったら死んでた今。あー、そこにスイッチあるわ。あ、どうやって行くんだ？あー、どうしよう。まあ、先真ん中倒しに行くべきだよな。ナイス。これで拠点を移すと。はい。で、次は、これ、こいつらを置いて、白ピクミンのみで行こう。あいつとかさ、絶対これ毒だけじゃないとあかんから、行ってこい！ここでスイッチ行けるわ。見えてなかった全然。これシダー集めてきてもらって、ん、なんか踊ってはいる。あいしょ、あいしょ。で、これで、あ、はい、なるほど。こっちからオッチンがいけるようになるんだよね。はい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 。あ、オッチン来れた。で、スイッチがこれどうやって押す？あ、ベルトコンベヤ乗りながら投げんのか、ピクミン。そうか、そういうことか。そういうことだね。あ、ちょっと頑張って頑張って、オッチン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 頑張って、落ちね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 よ。うっ、オッケー、ナイス。はい、ナイス。さあ、ファイナルフロア。まがいものの巣窟。すぐ、巣窟。待って！すごい音してるし、何？お宝レーダーがおかしくない？なんか上上がったり下がったりめっちゃすごい。待って、俺可愛いと思ってたこいつと戦わなきゃいけないの？あー、もうちょっと大きくなると話が変わってくる。ちょっと気持ち悪い。わー、始まっちゃったー。なに、ちょっと、あ、でもまだ可愛いか。まだ可愛い気がする。こいつは何してくんの？なんか全然なんか、あ、来た。うわー、すっごいベロ綺麗。手入れしてるんやろね。見て。うわ、綺麗。めちゃめちゃ磨いてるやん。おらなんでそれから先に壊すんだろう。危ないよー。いやんいやんいや、オッチンがひっくり返っちゃった。あ、なるほどね。これ壊さないとこいつ自分で拾って背中に戻そうとするんや。なるほどね。壊せるか壊せるか壊せるか。オッケー、戻ってこい。よし、なんかかわいそうになってきた。かわいいからかわいそうになってきた。ナイス。めっちゃかわいいのになんかやだ。俺今までのボス戦で一番好きこいつが。なんかかわいらしくない？見てよこれ。可愛らしない？アホみたいな顔して。ごめんな。あ、俺なんてことしてんねん。あー、持ってかれた。オッチンとチューしてる。うん。すんごいもう。のっそのっそ。これはなんだ？はい、ありがてー。よいしょ。あ、なんか滑らない話のサイコロ出てきた。待って、白ビグミの突進クソ早い。見て見て白ビグミ圧倒的に早いんだけど。足早い言うてたやん。いや知ってるけど、にしても早すぎたやろ今のは。あ、葉っぱ人だ。葉っぱ人って段取りバトル以外でも出てくんねんな。帰ろう。はい、到着。あ、なんか、あー、何してんの。あ、最悪見つかっちゃった。あ、こっちに移せるわ。しかもありがたいことに。でもね、ちょっとね、あいつ相手にしなきゃいけないんだけど、ちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさい。あー、今攻撃チャンス、眠らせてくれ、オッケー。ナイスオッケー。で、拠点こっち使えるようになったでしょ。呼んでおこう。オッケー。一旦帰ろう。いやー、にしてもなんもなんか、なかったな。21日目。もうすぐ1ヶ月経っちまうよ。とりあえず片っ端からちょっと洞窟行くしかやな、ちょっと思ったけど。一番星の隠れ家。行きます。はい、着きました。おいでー。よいしょ。うわ、もうお花畑やおけつ。あ、この上なんかおったよな。ちょっとやりに行くか。うん。なんか懐かしいな。いるな。こいつでもなんか全部硬そうじゃない？はい、来いよ。さあ、どういう挙動を見せるんだい？危なくない？でもここにレティクル合うな。いやでも吹き飛ばされる。なんだあえて吸い込ませる。あ、なるほど。あ、待って落ちて。後ろ開くんがこれで。なるほど。なんで降りた。あいっ、え時間あのおらよ。硬いな、ほんで。あかん俺また視聴者に怒られるって。こんな弱い敵で何人死ぬねんって。どうせまた怒られるんやから。こんなに弱かったら最後のボスもなんかちょっと思いやられるなみたいな言われんねんから、怒らんといてほんま。俺コメント欄めっちゃ読んでるからな。洞窟ないかどっか。あの上は何この上は何。はい、これ何。西に書いてあったシェルター。知らん。いやいや、知らんって。これは8なんだ。うわ、こっち行けた。なんだこのおちんちんみたいな。あ、おちんちんみたいなって言っちゃった。はい。おい、瞬殺で草。またここも掘れるな。え、ちょっと広すぎるな。あ、待って、奥見て。久々に出会ったあいつ。元気してたか？俺がいっちゃん最初のピクミンの実況で、卑猥やなーって言った。なんか俺全然成長してないな。なんか、俺全然成長してないな。何？ああ、君か。おお、なんどこ行くん。ちょっと待って、こいつの行く場所をちょっと追ってみるのもありかもしれない。あんたどこ行くね。そっちにオリマーがおんのか？そっちにオリマーがおんのか、もしかして。え、もしかしてその裏にもしかして寝るな。おふざけるな、寝るな。その裏におんのかな思ったら。あんたそこでもうゆっくりしとき。じゃあ行くか、2個目の洞窟。さて、ぶんどりレストラン1階ね、着いた。はい。え、待って、レストランだけあって、なんかクロワッサンじゃない、これなんだ、コッペパンでもない、なんだ。え、買った、何こいつ、え、硬くない？なんか殺してみたくなってきた。ちょっと、もうちょっと。はい、倒したけど。え、別になんかあるわけでもなく。え、なに、え、味方の死を。え、あ。え、お母さんだった？もしかしてお母さんだった？待って、横取りされてる？あ、そういうこと？なんか持ってかれてんな。あ、埋められた。あいつなんだ？めんどくせえなあいつ。勝手に持っていくんじゃない。おお、勝手に持っていくんじゃねえ。そういうこと？ぶんどりレストランって。ちょっと待って、早すぎる。頑張れ。見て。めっちゃ引きずられてんの、こいつ。めっちゃ引きずられてる。で、こいつはこいつごと行くんだ。あ、これで倒すと早いんだ。え、めっちゃグロ目ではある。このビーグル号の角にぶつけて殺すっていう。グロ目ではあるけどね。うん。はい、2回着いた。なんかめっちゃかっこいいお宝なかった、今。あ、びっくり。あ、お前かわいい顔して。待って、懐かしい原生生物めっちゃ出てくるやん。正面切って。お前、待って。お前やったな。これもね、こないだ、1個前の動画で学んだから。殺される前に殺せ。これ学んだから。どこ行くの？あ、岩だ。うわ、待って、このお宝なんか懐かしい。これ家でつけて見てたよね、みんな。世代もしかして。世代出る？もう3回来ました。え、サクサクすぎる。うわあ！お前上がってこいよって聞こえるな、なんか。聞こえない？みんなには。俺には聞こえる。お前、上がってこいよ。聞こえるな。一旦待て。ちょっと数増やすからちょっと待ってや。やるか俺と。あ、しかもこれあれだ、上登れないから投げて戦う。待って待って待って、嘘嘘嘘嘘、痛い痛い、めっちゃ死んだ、ちょっと待って、ねえ、一回帰っておいで、一回帰っておいで、オッケーオッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて、全部飛ばさせてからだ、これ油断した、普通にこいつちょろいもんとか思ってた。今まで俺戦ってきた敵の方が何十倍も怖かったし強かったもんって油断してた俺。悪い。こっからは本気で行かせてもらう。勝てそうになった時にこっからは本気で行かせてもらうっていう、ただの、雑魚です。はい。待って、20匹ぐらい殺されたけど、あの針に。やだー。めちゃめちゃ油断した。でも死んだのがほぼ黄色ピクミンでよかったわ。よくねえわ。はい、4回。めっちゃ早いわ。マジで。謎解きも少ねえし。なんか懐かしい原生生物のオンパレードすぎ。最近ヤダーンとか使いすぎてさ、なんかちょっとリス君っておねえ入ってるよねって言われるようになっちゃった。紐に、ちょっと待って、ほんまにごめん。ちょっと待って、ちょっと待って、今のはカットして、本当に。でか卵ある。これ上に登るためのなんかがない？扇風機があったけど。ん？あ、ここにもなんかあるわ。ん？あ、紐がある。よいしょ。あ、これで。こうか。はい。で、あ、これでもう一回行かなあかんのか。オッケーオッケー。よいしょー。はい、あ、違う。何してんの俺。スイッチスイッチ。待って。スイッチ押したらさ。あ、いいんか、それで。スイッチ押して降りてか。これでこっちね、はいはいはいで登るやん。あー、なるほど。あー、なるほど。あー、ちょっとめんどくさ。違う、ちょっとだけついてきて。ちょっとめんどくさいな。んこれ、これな。よこれで、あ、違うバカ丸出しやんけ、おい。よし、こいつ瞬殺やったよね。めちゃめちゃ吐いた。これ何なんだろう。ああ、なるほどね。もたもたさあ、ファイナルフロア来たけど、ボスはおー、ボス何運んでるあれ。なんかん葉っぱついてるけど何運んでんのあれ。とりあえずこれ、ちょっと壊すか。これ、上から。これでいいな。こいつがボスなんか。ちょっと可愛いな。いや、運ばしとくか、もう。お前さ。あ、潰せんだ、これ。紫ピクミンで。待て、お前の弱点分かったよ。あ、ちょっと上からじゃないとダメやから。引っ張ってる時に紫ピクミンを落とすって感じか。うわー、トラウマがいるこいつから。オッケー。一回乗ってオッケー、無傷。これうまそう、マカロン。でも俺はマカロンあんま食われへんのよな。なんかマカロンの甘さってさ、なんか生クリームの甘さとかと違ってちょっとなんかきつめの、なんていうのわかる？言いたいこと。砂糖感強くない？わかるかな？え、なんか戦ってない？気づいたら取り返せ取り返せ。はい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 。早すぎる。で黄色ピグミンがサボってる上で早すぎる。紫ピグミンパイセンが早すぎる。ここでオラあっ西君一発じゃないんや。いやこの状況気まず。あ、葉っぱ人やってんな。うん、水色の葉っぱ人初めてだな。え、何お前逃げようとしてんの？そうだよね、紫ピグミンパイセンが許すわけないよね。なんか寝てるけど暇すぎて。ああ弱かった。これ黄色ピグミン投げるべきやね。はい、ありがてー。うわうまそうな。うわこいつも懐かしい。でこうで落ちるからこう。はいはい、もう一回攻略してるからないけちゃうわ。なんか20匹死んでるけどね、なんでか知らないけど。うん、よっしゃオッケー、完璧。帰ろう爆速で。ほい、まあもう帰る時間なんですけど帰ろう。あぶな。タイトルに戻りかけた。あぶねえ。はい、22日目。にゃんにゃん。はい、かわいい。あ、おっちんのやる気が溜まってる。ちょっと3日目、一番星の隠れ家行く前に見ていこう、いろいろ。お宝の位置や数が丸分かり。これは欲しいです。自分のライフパックあげとこう。ため少なくなるのは魅力的ではある。年にしとこう。今考えたらやけど、一番最初に俺お願いを習得してんけど、ほんまにいらんやん。はい、到着。とりあえずこの半分は終わったんかな。まあお宝とかもいっぱい散りばめられてるけど、洞窟こっち半分終わりやね。もうもしかしたらマジで最後の洞窟あるぞ、みんな。モス先輩、モス先輩、ちょっと、先輩やめてください。こっちなんですよ。モス先輩、こっちです。こっちですよ、こっちですよ。モス先輩、モス先輩、こっちですよ。はい、こっちです、こっちです。こっちです。今のうちに運べ、今のうちに運んどけ、今のうちに運んどけ。モス先輩は俺が引きつける。なんか中継、ないんかな、こっちに移動。あった、あった、全然あったわ。オラ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 、気持ちいい。一番気持ちいいこの瞬間が。オラ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 。はあ、もうあとはこれで。いやー気持ちいい。ああもうたまんねえ、忘れらんねえ。ああうん、おい、なんかいるなんかいるなんかいる。なんか無表情のなんかいる。オーケーナイス。これ全員？なんか一匹足りなくね？ん？なんか一匹足りなくね？え、何してる？え、どこ？あー、なんかやってる！待ってくれー！うーん、あ、来た。よかった。あぶねえ。あぶな。はい、23日目。はい、ごよごよ、もう行く、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、もうすぐ行く、すぐ行くから。ちょっと昨日のゴミを、ちゃんと、しまおう。はい、はい。はい。働け。行けお前ら、働け。え、てかもう地上の原生生物は多分全部やっつけた。この上のやつ以外は。ん？この箱、あ、押せ押せ。はい、ナイス。これはなんだ？ん？こっちから押せる？なんだこの穴。んあそこの上に行けんだ。はい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 。了解した。これ死なない？いや、死なないよ。よかったよかった。落下ダメないんだった。よし、行くか、じゃあ。これ、オッチン。待って、オッチン行けないから。あ、オッチンなしで行かなきゃいけないのか、これもしかして。オッチン乗れないもんね、あれ。多分そうだ。行こう。はいー。スーって滑って、スーって、スーっていって、スーっていって、スタ。先に壊して。ちょっとやめて、やめて、やめて。まだまだまだ待ってね。あ、待って、こいつ懐かしの。待って、これ、氷。あぶね、届いてない。あぶね、懐かしい、あいつ。地味にトラウマなんだよな。これやばいな。オッチンいないとやばいな。オッチンが戦っているぞ。モス対オッチンが始まってる。行こう。こっち今氷から投げたい。いやー、逃げて。おし、ここ危ない。こっち危ない。はいよし。ノーです。でかー。もうこの辺も運んじゃいたいな。これやることが多すぎる。やべえ、お宝が止まんね。父でいけないが。ピクミン囚われてるな。2匹足んないんだけど。でもどこ行ったのマジで。マジでどこ行ったの。見えないか、ま、あ、いる。いるわ。この上か。めちゃめちゃ寝てるやん。目開けながら。ここにオッチン残したらいいのか。で、俺らが行くと。オッケーオッケー。で、切り替えて。で、ここ。危ない、落ちる。はい。いや、なんも見えん。なんも見えんよ、そのタイミングで言われても。見てください、葉っぱ人です。いつでも段取り、どこでも段取り、何度でも段取り。久々に聞いたな、この声。久々に出したわ。段取りバトルちょっと言っとくか、久々に。岩と赤。めんどくせえ。これ今めっちゃ心の声出た今。段取りバトルって本当に見応えないよね。ストーリーでもないし。もうサクって終わらせるか。多分全カットやけどね。いや、まだわからん。全カットかまだわからん。一回行ってみようか。わからんよ、全カットか。段取りバトルおもんないからって全カットするかわからん。まあでも今回も探索会やったな。作業会 ?24 日目ー。はい、地味にね、作業だけで2日経ちました。はい。行きましょう。あそこのボタンどうやって押すんだ？あれも火だし。あそこ上下、あそこぐらい。何なんだろうね。ここも気になるしな。5と8が出てる。でもこれ乗ろう。乗れないよね。あ、オッチーン。違う。でもさ、ガチでもう最終回目前じゃない？どうなんだろうね。ちょっとまだわかんねえけど、俺しか乗られへん。行ってきまーす。よいしょ。まあお宝があるってだけか。だけっぽいな。このスイッチかな。こっぽいな。確かここ緑じゃなかったっけ？あっちの緑と繋がってるみたいな。ありそうではある。おっちんまだかな？おっちん。あ、来てる来てる。マークと数字、これってもしかして。え？あ、全部いけた !518 だ。これで、2、3、4、5、4、5、6、7、8。で、1。何が起こる？え、なに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 ？え？オリマーじゃない？お前、あの葉っぱ人やね。シェルターに隠れていたということは、やっぱり。やっぱり、まあ、やっぱりっていうか、そうだよなというか。よくここを見つけたな。さあ、最後の腕試しだ。ついてこい。で、モスも入っていくと。彼が折り回しだとしたら力ずくで連れて帰るしかなさそうだな。リス君、オッチン。ここが正念場だろう。あの葉っぱ人の後を追うんだ。シェルターの中から例の葉っぱ人が出てきました。やっぱりあれがオリマーさんなのでしょうか。まだ確定ではないけど、もうほぼ確定やね。うん。ちょっとあいつ行く前にさ、ちょっと氷オニオン取りたいから、取っていい？ダメって言われてもやるんだけどさ。多分これを押しておくことで、あっちが、風、あ、吹いてないわ。洞窟繋がってる説。あ、それはありそう。あそこの2つでしょ？あそこの2つ洞窟繋がってそうだよな。これ届かんもんね、絶対。えい！もう届かんよね。火が出てるこの洞窟を行って、こっちに出てきて、ここスイッチ押してって感じでして、で、こうか。だ、まだだな、多分。よし。みんな準備はいいか？最後の段取りバトル。決戦のオアシス。行こうか。行ってきまーす！段取りレベル 4！ それでもマックスじゃないんやね。明らかに雰囲気が違う。お前、腕前とても素晴らしい。どちらの段取り力上か決着つけよう。今んとこ全部俺が勝ってるけどね。決着もどうもこうもないよ。泣きの1回だよ、君は。うん。すいません、もう1回だけお願いしますって言ってこいよ。やるか。よし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 。負けられない戦い来た。もうね、雰囲気から違うから。先にこっちを、やっつけといて、1、2、3、4、5。5匹だけ投げてこう。で、1、2、3。こいつ倒せるかな？あー、外した！ダサい、今の。いい勝負ではあるな、一旦。今のところ。暇さえあったらもう人数増やす。なんか最後の段取りバトル、岩ピクミンやねんな。え、こいつ何？こいつ何？倒せないのこれ。何こいつ？なんかこいつの相手してたらちょっと時間食われるから。え、待って、普通にやばいかも。何これが逆転爆弾。相手のオニオンに運ぶとポイント減らせる禁断の爆弾。何それ？爆発で吐き出した段取り結晶を奪えば大学でも夢じゃない。はい。一発逆転狙おうよ。俺そういうの大好きよ。これか。え？いけそうじゃない？吸い取っちゃう。あ、これも吸い取っちゃう。え、待って。普通に爆発させれた。ナイス。しまった。逆転爆弾が。これが段取りの結晶か。あ、これを奪わないといけないんだね。オッケーオッケー。奪う。はい、奪いましょう奪いましょう。奪え。そんなんどうでもいいよ。段取り決勝をさ。で、人足りない。待って、普通に負ける。待って。え、これあるんじゃない？これ一発逆転。しかもなんかモス死んでない？俺ずっと左見てたんだけどさ。左が敵だと思って。ずっと見てたんだけどさ。え？勝ったわ。でも逆転はした。ナイス。いやでもなんか、煮え切らないな。全然煮え切らない。俺だってずっと、俺ずっと負けてるって思って最後の最後まで、やっべって思ってて、違う。なんでそれで操作できたんだよ。違うのよ。ポイントだけ左が敵だと思って、何してんだろう俺って。何言ってんだ、まあ、とりあえず勝利。ついにやりました。私の完全な負け。君のような段取り力があれば、私も故郷へ帰れたかもしれない。私はキャプテンオリバー。妻と子供たちに会いたかった。帰ろうよ。帰ろう。大丈夫、オリマ。帰ろう。今、オリマーって言ったよな。認めたよな。レスキューキャンプに連れ帰って元の体に直してあげましょう。一緒にいる犬はどうする？このまま放置してよ。しないよ、モスは戦友だもん。連れて帰ろ。なーに、そんな。こっち見て。え、どこ行くの？あ、逃げちゃった。いや、待って。逃げちゃったで片付けるなよ。あんだけ一緒に戦ってきたモス、逃げちゃったの一言で片付けたらあかんで。仕方ない。今、オリマーさんの救出が、まあ、そうやねんけどさ。ダメよ。いや、オリマー雑オリマーの扱い雑。ここまで長かったですね。さあ、オリマーさんをビグル号へ運びましょう。オリマーに勝利した。きた。これで持ち帰って、光ビグ、なんだっけ？夜の探索か。夜の探索で、エキス集めて、か。なるほど、直してあげるって感じね。はい、帰宅。葉っぱ人。いやー、なんか嬉しいな。なんかちょっと、やっぱ鼻でかいな。25日目にして、オリマー、連れて帰ってきました。どうぞ。はい。うわー、なんか夢見た光景。あとはオリマーさんを治療するだけですね。夜の探索へ行って、光の蜜を集めてきてください。任してくださいよ。いよいよミッションコンプリートが近づいてきたが、リス君、オッチン、決して油断するんじゃないぞ。では、総員、配置につけ。はい。よし、やるかー。何？新米君聞こえてる？何今夜の拠点には光塚が2つある。あ、ほんとだ。朝まで守りきれたら、光の蜜が2つ取れる。ああ、そうなんだ。なるほどね。僕の仮説では、2つの光塚は多分地面の下へ繋がってるから、片方でも壊されると2つとも光の蜜を出さ、そうなんや。俺、最低でも1つ守ればいいかとか思ってた、普通に。オッケー。はい、ちょろい。来た！ついに！ドクター、治療は任せたぞ。はい、コピーだよーっと。直せ！パピヨン！すっごい赤ちゃんのようなお顔が。ようやく会えたね。君たちは？そうか、私は遭難して。そうだよ、オリマー。すまない。どうやら迷惑をかけてしまったようだな。そしてレスキュー隊の皆さん、助けに来てくれて本当にありがとう。申し遅れたが、私がキャプテンオリマー、ドルフィン号の船長だ。うわー！やっとだー！宇宙を股にかけ、冒険するのを夢見ながら、家族のため休日返上で荷物を運んでいる。なぜかトラブルによく巻き込まれてしまう。なるほど。まあ、でも主人公気質ではあるか。と言ってもドルフィン号は壊れてしまってね。帰ったら社長に叱られるな。あんたの遭難のおかげでお宝が見つかったんだ。売った金で宇宙船を買い直してやろうか。ついでにシェパード号も金ピカにしちまおうぜ。なんかめっちゃ良くないか？シェパード号は金ピカよりも渋めのクロームメッキで仕上げたいところだが。って冗談はこの辺にして。総員帰還の準備をせよ。きたー、なんかこうちょっとね、オリマーのね、気持ちもちょっと、組んで、シェパード号も直すからそっちも直したら、みたいなね。はい、ナイス！いろいろあったが、無事にキャプテンオリマを救助した。ミッションコンプリートだ。え？いよいよこの時が来た！隊員も全員揃って、ビーグル号しまって、旅立つぞ！離陸！あ？え？バイバイの挨拶？え、もしかしてバイバイの挨拶？え？お別れなんだ。ありがとうピクミンたち、また会おうね。え、寂しいな。ちょっと寂しいな。うわー、今度は墜落せずにね。危ない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 調子乗ってる当たったらまた墜落だよ調子には乗ってるか。今、シェパード号の中、幸せ雰囲気、てか幸せムードでいっぱいやからね。調子には乗ってるか、ちょっと。え？待って、スタッフロール。終わった？え？めっちゃいいゲームだったわ、普通に。ひりつきもあり、作業の楽しさもあり。神ゲーだった。楽しかった。あ、俺こいつ知ってる。なんか、オリマーの後輩かなんかやんな。え、待って、モスじゃない？え？何？どういうこと？ノリナって。名前なんだっけ？あ、ルーイ！そう、ルーイだ！え、どっか行った。え、あのモスは、オリマーのモスやんな。意味深、意味深、どういうこと？え、なんで、ルーイはあそこにいて、モスと一緒にどっか行ったの？え、わかんねえ、わかんねえ。アンド、リスカン。いやー、もっとおもろい名前にしとけばよかった。で、はい。え、めっちゃ綺麗。帰るんだよね。うわ、すげえ。待って、なんでワープ中止？なんでオッチンの様子がおかしい。あ、そうや。葉っぱになってたよね。おしっぽおしっこみたいに言っちゃった。どうしたんだろう？これって宇宙酔いでしょうか？いや。救助犬がそのぐらいのことで具合悪くなるわけがない。何か別の原因があるはずだ。シェパード号を止めてからは症状の進行が収まったみたいだね。すぐにあの星へ戻るんだ。なんで？オリマンさん、どうしてですか？詳しいことは後で話す。急いで星に戻ってくれ、早く。え、なんでなんでなんで？え、でもそうや。今思い出したけど、尻尾が葉っぱになったのも解決してないよね。戻ろう戻ろう。説明をお願いします、オリマーさん。あれを見てくれ。めちゃめちゃ元気になったやん。オッチェンが元気になってるよ。ここでそれはやめよう。この雰囲気でちょっとパピヨン、それは良くない。コリーもさすがにこの表情。おそらく原因はあの葉っぱだ。実は君たちレスキュー隊が来る前に、私はこの星からの脱出を試みたことがあるのだ。しかし倉庫に潜り込んでいたモスが、オッチンと同じように苦しんでいるのを見つけて、なるほど。急いで星に戻ろうとしたところで再び遭難してしまった。理由はわからないが、葉っぱが生えた生物はこの星から出られないのか。オッチンとさよならしなきゃいけないかもってこと？そんな。パビヨン、薬を使って治せないか？このままではオッチンが。そうよ。実はオリマさんの薬を作った時に気になってオッチンにも試してみたんだ。はい。だけどオッチンには効果がなかった。じゃあどうすれば？諦めないでみんなで考えよう。まあ、どっちでもいいんだけど。みんなで考えよう。そうですね。みんなで考えれば、きっと直してあげられるはず。みんな聞いてくれ、シェパード。実は先ほど星から離脱した時に、レスキュー隊本部からメールを受け取った。はい。ここは県外でしたから。ああ、そうね、そうね、そうね。それでなんて書いてあった？この星にいるすべての遭難者を救助要請。はい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 。あ、これでわかんだ？あ、うーわ。結構いるくない？あ、葉っぱ人でしょ？こんないたんですね。このスパニエルってコッパイ星人、知ってるよ。学会でも有名な獣医さんだから、この人ならオッチンを治せるかも。スパニエルの他にもコッパイ星人がいる。一緒に来た仲間か。ヨーク。ああね。私たちが今まで行ってないところに遭難しているかな。あ、まだエリア出るんだ。より一層のキラキラエネルギーが必要。あ、まだ続くじゃん。ところでラッセルさん、これ以上レーダーを強化できたりするのでしょうか？そうよね。コリー氏よ、科学の力を見くびってもらっては困る。そんなこともあろうかとエネルギーラインを直結し、レーダーをブーストできるよう改造済みだ。さすがやね、ラッキョ。言ってる意味、ちょっと待って、ごめん、ラッキョとか言っちゃった。言っている意味はよくわからんが、早速レーダーを起動してみてくれ。これで、俺もう2万近く集めてるからね。はい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 。やった、未探索のエリアに複数の救難信号。どんだけ遭難してんねん。オッチンのためにも急いで救助に向かってくれ。オッチンを治療せよ。新しいメインミッション。とりあえずスパニエルを見つけなきゃいけないってことが分かった。26日目。あ、そうか、俺あれか、蜜2つ取ってたから、これも直せんのか。はい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 。シェラン。話しておきたいことがあるんだ。なんだオリマー。どこオリマー。オリマーどこ？いや、君たちかい？私が遭難したいきさつは前に軽く話した通り。うん。オッチンを直せるよう私もできるだけ協力させてもらう。これ遭難した話聞けるだけ？そうだな、あの日はあんなことが。あ、そういうこと？これってオリマー視点のサブストーリーみたいな感じ？なるほど。折り回してのサブストーリーがこっからプレイできるって感じか。はい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 。まあちょっとオッチンを直すためにも探す必要がありそうやね。